なんで、ハイドリオーチとかいたんですけど、戦わなくていいよ。今日シンギュラリティさっきピッ、わかんないから、もう、嵐とはと思って、もうみんな、嵐なんだよ、もう。まず振ってもらって、キャントンをするんだったら次のゲーム。トンネルしねえやつで、トンネルしないやつと人の時に行くんだ。トンネルするダサいやつはそもそも相手にしない。だって、アーカイブができねえな。ロメロの時に俺が行く。これが大事。もう徹底的にロメロマークだから。さあ、ここから本番。振ってくれる、だからさっきのピックよりな、こうなさ、マシよ。しかもトンネルしない。いや、だから、こういうキラーと本当戦いたかったけど、もう私はもうロメロチェッカーだ。何があってもロメロがやられるの。男の意地だから。マジで何してんだよこれよ。狙われろよ、本当によ。本当にムカつくよな。時間の無駄だろうよ、まずよ。まず来てんの。意味のわかんねえことしてんじゃねえよ、まず。なんで俺んとこに来てんのか説明しろよ、まずよ。意味ねえんだわ、はっきり言ってこれはよ。意味がねえんだよ、まったくもって。俺んとこになんで来てんだよ、こいつよ。発電機回ってる方に行ったらいいだろうよ。なんで来てんのか説明しろよ、まずよ。ほんとムカつくよな。マジで怒り心頭だよな。なんで来ねえんだよ、今度よ。ほんとムカつくよな。来ねえんだぞ、この状況でよ。ほんとマジでムカついてくるよな。この状況来なかったらどうやって勝つんだよ、まず。マジでムカつくよな。ムカつくよ、発電機だけ能天気に回してる奴らって。ムカつくよ、まず。人の救助しねえし。なんで遅えんだよ、こんなによ。なんで遅えんだよ、こんなによ。人の救助がよ。ムカつくよな。この年貢とかマジでムカつくよな。ムカつくわ、この。
この状態の。回復しないんだろ、知らねえよ。産んでやれ、まず。一生これクリアしてないの。あ、回復しなきゃダメか。拾い入れなきゃダメか。漏れる、漏れる。どこだ、漏れる。どこ漏れ。よし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 。こんなずる賢い自分だけ生き残りゃいいなんて。発電機回してる輩なんかまずいらねえから、まず。お前はいらない。お前だけが救わねえから、まず。価値がないんだもん、俺にとって。自分でやれよ、これ、このゲームぐらい。救わない。アーカイブの何の利もねえから、ロメロなら救う。当たりしろ、まず。やられたらいいだろうかって。ヒロちゃんの救助捨てて当たりしろよ。自分で勝てんだろう、勝手にしろよ。知らねえよ。屈伸だよ。屈伸してナメプする暇があったらやれよ。勝手にしろよ、まず。誰が救うんだよ。さよなら。死になる気持ちはありません。さよなら。はい。発電機回さなきゃいけないから、怖いから。ヒロちゃん、あと一度奇跡よ。勝ち負けが全てじゃん。アーカイブがしたいんです。あれの夢よ、この瞬間にかける夢追い人、アーカイブ、アーカイブドリーマーだ、夢追い人。早く食の アーカイブ職人、夢追い人、これがヒロちゃん、アーカイブドリーマーが夢を
僕たちにはアーカイブがある。一つだけ、こう、ポイント。アーカイブ。それがヒロちゃん。この時代は勝とうが負けようが。うん、こんなやつがいい。さよなら。発令機回してんだろ、うん、勝手にしろよ。さあ、当店の壊すか。ポイント稼ぎ。いやー、チェイス中にトーテムやってるとイライラするもんね。無駄なトーテム壊してるやつ見たら。うん、あー、行こう。ヒロシャン、おまくだ。おまくだ。すごいね。楽しいね。ちゃんが持って楽しい。ちゃんが持って楽しい。楽しい、楽しい。メグは、僕を、メグは救わないです。アーカイブのために、あなたは一番利がないんで、利がない人は救わないです。僕には利がありません。メグを救う利がございません。メグはやられろ、まず。残ってんじゃねえよ、まず。マスクは。ゲームずる賢いやつが生き残っちゃうんだよ。これがこれがヒーローちゃんデッドバランススーパース。やはり役者ヒーローちゃんが決めるゲーム。電気は回さないが救助はちゃんと入れたよ。モエルはしょうがなくね。だってしょ、俺のミッションのためだわ。俺が開けてたから救えたんですよ。なんでそんなに必死になってあなた救助したのに僕を救わないんですか？あの状況、ロメロも俺も狙われてんだから発電機から手を離して救いに来たらいいじゃないですか。これくらいの気持ちないんですか？うん、まあまあ、モレルとロメロで別れていたからよかったよ。アーカイブがあったから。ただ俺の救助は効いてるよ。これは言っとく。5代目は回したけど、うん、俺は安全な方を選んだよ。これ最後のゲームだから心置きなくね、私は眠るためです。気持ちよく眠ります。これがヒロちゃん、やっぱり役者ヒロちゃんが見せるゲーム。まあ楽しいですからね。自分が脱出することは楽しいですからね。まあ自分が脱出しなかったらつまんないしね。まあ別にいいんじゃない。それがなんか悪いのって話。まあ別に僕がなんかしたわけではありませんからね。だって当たり前ですから。ほっ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 ほー。取られたんですか。だからさ、2試合続けてそうだけど発電機回すじゃなくて給料入れよ。2人やられてんだぜ。うん、本当に発電機回す前に入らなきゃいけないような状況になってんじゃん。その時に私もチェイスしたからね、途中ちゃんとアーカイブのために執念でね。私に文句を言わないでください。私はちゃんとチェイスと救助という仕事はしました。仕事してないなんて言わせないですから。うん、そしてチームを勝たせる、ゲートを開ける、ここに勝負をかけてました。何と言われてもチームの勝利を優先する。だからヒロちゃんとゲームすると楽しい。こんな試合でも勝つ、人に任せてるんじゃない。勝利のために、私がね、見てました。
こんなコード箱使ってたらね、買っちゃう可能性あるじゃないですか。これパーティーなんじゃね？多分。違うのこれ。たまたまこれ。パーティーだったらパーティーなんとか使う？たまたまか、自分のみだもんね。まあ、勝って当たり前ですか。俺が広者。うん。私は救助をしました。ケースもしました。電気ですか？一回も触ってません。うん。これを今日二回やりました。このアーカイブのためです。待って待って。これがヒロちゃん。楽しいね。楽しいね。電気触らないで勝つって。楽しいね。本当に新しいデッドバイの形やね。まあ毎回できないけど。毎回やってたらやばいからね。毎回やってるわけにはいかないよ、女。なんも。こんなんもう。でも救助はしたからね。完全おサボりマンじゃないからね。チェイスと救助したよ。はいはい、もうヒロちゃんも、怒って至極真っ当ですよ。ヒロちゃんが救助しない。ありえねえか。でも止めろっつうんだよ。発電機回る前に来いよ。いや俺の視点はそうよ。じゃないとだって、やばいでしょ。他は何怒られても、文句言われてもしょうがないでしょ。